にちは、永田です。今回は、シーンでめっちゃたくさんアイテムをゲットしたので、まあ、着用しながらいろいろご紹介していこうと思います。マジでめっちゃゲットしました画面に収まりきらないくらいゲットしたんですけど、あと今着ているこれも、これパジャマなんですけど見えるかな、ちょっと後で全身写せるようにご紹介しますね。で結構小物系とか iPhone ケースとかそういう類のものもちょこちょこ購入したので、小物とお洋服と、なんかシーンのサイト私初めて見たんですけど、めちゃくちゃあれなんですね、いろんなものが売ってるんですね、びっくりしました。まあ、今着ているこれもパジャマではあるんですが、上下セットになってるんですけど、すごい可愛いのでご紹介させてください。はい、ではまずこのすでに使ってるんですけど iPhone ケースです。これこの透明なケースとこのね、目玉焼きのこういうなんていうの、スマホグリップっていうのかな、こういうちょっと正式名称が怪しいんですが、これをゲットしました。ちょっとねもうね、あの日常使いしすぎて黒ずんできちゃってるので近くではお見せできないんですけど、これをゲットしました。私卵がねほんと大好きなんですよ。なので、まあ、お花に見えなくもないけど卵柄、目玉焼き柄のポップグリップと透明な iPhone ケースと、あとこういう、まあ、こういうぶら下げる系のスマホケースもゲットしました。これはね、あのここにカードが見えるかな、ここにねカードが入れられるようになってて、結構社員証とか忘れて会社に行きがちなので、そういう時とかに便利だなと思ってこちらをゲットしました。で長さ調節もできるしね、なんかちょっとスポーティーな感じにしたいなみたいな日もあったりするので、そういう日にとってもぴったりなケースです。こういうアクセサリー系で言うと、これまだ入れてないのであれですけど、こういうねシルバーのラバータイプ、ラバー、シルバーのラバータイプのこういうカラビナがついてる AirPods ケースをゲットしました。可愛いよね、シンプルで。これさ、こういう系のここだけなくなりません？伝わる、持ってる人伝わってほしい。ここだけなくなっちゃうんだよね。これら全部マジで安かったです。全部思い出せないので書いておきますね。で続いて、まあ、お洋服系は後でコーディネートとかも紹介したいので、こうゲットしたものをザザッと紹介していきます。ピンクのギンガムチェックのパンツ、なんか私最近カラーものとかこういうピンクとかがすごい好きで、なんかよく買っちゃうんですけど、ピンクのギンガムチェック、なんかめっちゃ春っぽくて可愛いなと思って、で素材的にもね、あのねコットン100だったと思います。なのでまあ夏とか、なんか夏とかフェスとかにいいかなって思います。山のフェスっていうよりかは、あの陸のフェスというか、なんていうの、グリーンルームとかサマソニとか、なんだろう、シティっぽいところのフェスとかにはこういうの可愛いかなと思ってゲットしました。これワンピースなんですけど、ワンピースこういう感じのパフスリーブになってて、こうシャーリングじゃなくて、なんていうんだっけ、こういうのロングのブラックのワンピースをゲットしたんですけど、試着してみたらなんか私の体型とちょっと合ってなかったというか、なんか首の開き具合とかがなんか私のには似合わなくて、でも服自体は可愛いんですけどね。なんかそういうことありません？服は可愛いのに自分に似合わなかったみたいなまあそういうこともありますね。で続いてまたワンピースになるんですけど、これは白のワンピース、これもパフスリーブみたいな感じになってるワンピースです。これもすごい可愛い。で実はこれも着てみたら私にあまり似合ってなかったんですよね。何なんだろうな、ワンピースの似合う似合わないみたいなの結構私
あるんですよね。お洋服は可愛いのにさ、自分がマッチしていけないんですよ、残念。で続いてブラックのプリーツスカートです。でこれはね結構丈が長くて、私163センチくらいあるんですけど、私でも裾がちょっと床についちゃうくらいの長さあるので、高身長の方にぴったりだと思います。で続いて、あ、これはパジャマです。黄色いテロテロ素材のおっぱい柄ストライプのショーツ、ショートパンツがセットになったパジャマです。気になっちゃったんですよね、これもパジャマだし。はい、これです、可愛いです。で続いてこれはなんか新しい挑戦でした。お花柄のニットのカーディガンと同じ柄のキャミソールがセットになったアイテムです。こういうのはねちょっと若めかなと思ったんですけど、まあ、若いファッションに迎合していきたいということでちょっと選んでみました。こういうねお花柄のセットアップ、セットアップっていうのかな、アンサンブルっていうのかな、よくわかんないんですけど、こういうのも可愛いなって思います。続いてこちらスケスケのドット柄の半袖のトップス、これもめっちゃ可愛くて黒のトップスと合わせて着たいなと思って選びました。黒のトップス、トップスっていうかキャミソールとかでも可愛いと思うし、柄物の T シャツとか合わせてもすごい可愛いと思います。意外とねこういうアイテムあるとあのカジュアルにも合わせられたりするし、あ、こういう風にねあの色物と合わせてもすごい可愛い、なんかセクシーになりすぎないコーディネートの仕方みたいなのも全然あると思うので。で続いてちょっとシャーリングっぽい白のロングスリーブのブラウスを購入しました。裏がねこういう風に 穴が開いててボタンがついてるアイテムになってます。でこういうねちょっとなんていうのかな、普通のロンティじゃないブラウス的なものでかつこれだと1枚でも可愛いと思うし、重ね着してもキャミワンピとかと合わせたりインナーとして合わせてもすごい可愛いと思うので使えるからこれもゲットしました。はい、でこれも同じような理由でこういうなんていうのかな、こういうのポップコーントップスっていうのかな、なんか最近増えてきてますよね。これは結構着丈が短くて袖が少し長めのタイプ、ちょっと横幅広めな感じですごい可愛いなと思って選びました。本当ね、こういう、なんだろう、ちょっと形の変わった無地のトップスとかブラウスとかって本当に使いやすいんですよ。なので、嬉しい。そしてこれ、なんか韓国アイドルさんみたいな袖だけのやつ。これだけ見せても多分ちょっと伝わりにくいんですけど、こう腕を通して、首のところで蝶々結びするようなトップス、カーディガン、なんて言えばいいの、おしゃれアイテムです。こういうの欲しかったから嬉しい。アームカバーみたいな感じ。でその流れでこれも短いトップスでカチャンってなるようなやつで、袖が長め着丈短めのトップスです。こういうのもねめっちゃ可愛いよね。ブルーとかはあんまり今まで着てこなかったかなと思うんですけど、意外と良いのではと思ってゲットしました。はい、そしてグレーのスラックスですね。お洋服は最後かな、これで。グレーのスラックスなんですけど、これはねスラックスってウエストがゴムになってるものとか多いイメージなんですけど、私ウエストゴムのものはスラックスだとあんまり得意じゃなくて、なので逆にウエストゴムじゃないやつの方がいいんですよ。緩かったら緩かったでベルトすればいいやって思うタイプなので、ゴムじゃないところが好きです。で私はだいたい今回サイズ選ぶときにはだいたい L サイズとかを買ってます。小さいよりかは大きく着ちゃえって思うタイプです。はい、でバッグ、こういう黄色のチェッカーフラッグ、なんていうのかな、この
ランダムっていうかチェッカーフラッグのデザインのニットなんですよね。これ柔らかい素材でできてます。可愛いなと思って選びました。はい。あ、でもう会社に持ってって使ってたアイテムなんですけど、お仕事でパソコン使う方とかはもしかしたら見たことがあるかもしれないんですけど、こういうPC スタンド、こういうのさ欲しいなと思いつつも全然買ってなかったので、角度調節もできるので低くしたり高くしたりとか6段階で調節できるので、お好みに合わせてご調整いただけます。はい。でプラスチックで持ち運びしやすいのでって言っても、まあ私は大体お家ではなく会社で使います。結構ね、そのなんていうのかな、私姿勢が基本的に悪いので仕事してる時とかめっちゃこうなっちゃうんですよ。こうやって作業しちゃうから、できるだけこういう状態で作業したいなと思ってこれ選びました。てかこんなものも、こんなものっていう言い方もあれですけど、こういう雑貨も幅広く取り扱ってるんだなと思って、見ててサイト見ててすごく面白かったです。はい。楽しんでいただけていたら嬉しいのですが、いかがでしたでしょうか。なんか今までの私とはまた違う感じの雰囲気とか出せたんじゃないかなと思います。で今回はシーンさんとのタイアップということで、お買い上げ金額1円から5999円まではセール価格よりさらに 15% オフ、6000円以上の方、お会計が6000円以上だと 20% オフ、さらに 20% オフっていうのが適用されるそうです。で利用期限は私の動画の公開日から4月15日までと、ちょっと短い期間かもしれないんですけど、クーポンコードを概要欄に載せておくので、ぜひそこからお得にお買い物してみてください。スチーンでは布団のシーツとか、あとグラスとかラグとか、そういうライフスタイル系の用品も結構取り揃えていたし、のオフィス周りのもの、私も紹介したようなPC のスタンドとか iPhone ケースとか、すごく安くお手頃価格でゲットできるので、ぜひ皆さんシーンでお買い物したことないよっていう人はぜひお買い物してみてください。はい。もうちょっとこの辺が今脱ぎ散らかしてしまって大変なことになってるんですが、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。永田でした。私服と合わせて着るのもすっごい楽しみです。